はい、皆さんどうもこんにちは、くらげです。本日なんですけども、とある企画をやっていきたいと思います。その企画で使いたい投手っていうのがこのお方です。こちら牧田選手ですね。しかも D ランク、さらに特訓も上げてないし、レベルも上げておりません。はい。で、この牧田選手をどう扱うのかと言いますと、こちらの球種です。スライダー、高速シュート、高速シンカー、チェンジアップがあって、こちらのスローカーブ91キロ、こんだけ変化球ある上にこの91キロのスローカーブがあれば、これ D ランクでもしかしたら打ち取れるんじゃないかと、僕ちょっと思いまして、本日はこの牧田さん使ってランク戦の方やっていこうと思います。まだ凸とかできてないんで先発ができないんですけど、もうここまで来たらもう正直削られるも何もないと思うんで、今回は先発で使っていこうと思います。不適正の先発牧田さん、このスローカーブがね、どこまで通用するのか。これ通用したらすごない？まあ、どんくらいの打率の方が来るかにももちろんよるんですけど、スライダーも一応キレ B ありますしね。いや、もうスピリッツ下げられすぎて、そんなもう関係ないか、キレ B とか。まあとりあえずちょっとやっていきたいと思います。まあ、オーダーはねこんな感じ。ちょっと1番に鈴木誠也さん置こうかな。で、2番はマルテ置いて、3番に哲人さんを、置いて、まあ、ちょっとやっていこうかなと思います。レベル1でお願いします。待って、相手の方阪神純正やん。まあもう純正とかね何も関係ないんですけどね、もうどうせ削られるんだから。はい、やっていこうと思います。スローカーブは決め球で、まずカウント取りに行くわ。いや、いいね。ちょ、牧田さん帽子浮いてない？なんかここのスライダーでカウント取ります。いやね、普通にね、ちょっと待って、打ちにくいとは思うね。間違いなく打ちにくいとは思うんで、じゃあってこれあかん。投げるとまあいっぱいあるんでね、こっちら七色の変化球を操る男ですから。いや待って、打ち取ったんですけど。スローカーブを投げる前に打ち取りましたね。ちょっと高速シンカーとかも外国で使っていきましょう。取れる。いや、ちょっとこれはうまく打たれましたね。しゃあない。うわ、マルテ強っ。まあ、プルヒッター出たから外角攻めていくか。いや、ちょっとスローカーブをなー、どっかで使いたい、決め球で。ちょっと外角のシンカーで。ファルファルファル。よしよし、プルヒプリ。ちょっと一回ストレート見せて、これボール球いってほしい。いや、うわ。いや、打たれる。ベストピッチしても、まあ、ストライク入っちゃう。これが D ランクの怖さです。待って、スタミナさすがにきつい。いや、そりゃそうか、不適正やもんな。あかん。待て、みんな、ちょっと見るのやめようと思った。そこの君、ちょっと待って、まだスローカーを見てないでしょ。スローカーを見てから攻めて出てってください。ちょっと待って、しかもスローカーブ投げなくても抑えれるんで、ちょっと本当に見てて。まだわからん、お願い。高速シュートでスライダーと間違えて取れる。お願い、取って、本当に取って。いや、無理。まだあるから。わかった。ここで投げる。ここで投げます。これ絶対、打ち取れる。いけ！お、タイミングずれてる。待って、タイミングずれてます。マジでタイミングずれてる、今の。これ全部、中途半端に変な球投げず、長打警戒にして、外角スローカーブでいい説。待って、タイミング合ってないぞ、これ。普通に。いや、タイミングで引っ張り警戒でいくか。ちょっともう一回スローカーブを外角に。お願い。いや、え、待って。これや。これですわ。はい、ちょっと絶対牧田さんを勝ち投手にさせます、僕は。絶対に負け投手にはさせない。うわぁ、伊藤正さん2スペやんな。シリ2やけど。うん、オッケー。だこういう D ランクへの面白いピッチャーとかも、まあまた、紹介もしたいけど、ちょっと。ダメだ。マルテにはマルテ外傷ね。こっちのマルテが本物っていうところ、見せてあげましょうじゃないか。なんか面白いピッチャーいないですか ?S ランク出てなくて、なんか D ランクとか C ランクで、なんか面白そうなピッチャー、いたら。あ、やばい、やばい。ちょっと普通にやばいな、これ。何をしてるんだ？うん。まあ、正直、まあ、めちゃくちゃ抑えれるとは僕も思ってないんで、いかにこう、最小失点、限りなく、少ない失点でね、抑えて、まあ、勝ち投手にできるかっていう、まあ、そういう企画なんで。はい、打つよ打つよ、ランナー返すよ。マジで勝ち投手に誘う。よし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 。これタイピンあるんちゃん、伊藤さん。あ、回か。で、牧田さんって球団どうなったんやろ。他球団で来年やられるのかな。よーし、まず1点いったろ。いってないか。ちょっと待って、今の入ったんじゃないか。今のリクエスト検証してもいいんじゃないか。おっと、相手もスローカーブ使ってきたぞ。普通のピッチャーのスローカーブは
あ、99キロ、まあそんなめっちゃ変わるわけではないけど、まあ牧田さんの8キロほど遅いと。おいしょー、いったら危ない。まあまあ、ひとまず逆転、ひとまず逆転。これで次の回抑えたら勝ち投手なんで、スアレス。はい、オッケー。まあまあ、3点リードはいい。あ、しかも、コールドしたらいいんや、これ。コールドしたら一応勝ち投手で。いやー、飛ばない。さあ、9番から始まる上位打線ですね。ちょっと頑張って抑えます。ちょっとスローカーブで全部いいんじゃないか説出てるんで、これで全部いきます。おおもうなんか、時が止まりますね。時止まる。まあ、これちょっと外れすぎ。もはや甘いところでいいんじゃない？甘いところ。おい。あ、待って。いや、おっしゃ。残菊やったら残菊やったかもしらん。いや、マジか。でもタイミング合ってないからな。引っ張り警戒でいくか。インコースちょっと怖いな。インコースやめとこう。うわー、余った。ナイス。ちょっと他の球そろそろ見せていくか。ちょっと待ってよ。これだ。はい、引っ張り警戒。よしよしよし。ツーアウトや。ツーアウト来た。シフトハメがすごすぎる。右バッターにはさすがにスライダー使っていいんじゃない？はい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 。はいはい。はい。これ。いや、うまいわ。普通にうまいっすわ。待て待て待て。決め球でもう一個投げたい球があるんよな。高速シュートでちょっとカウントを取ります。はいはい、オッケーオッケー。じゃあもう一回スローカーブで。これを。あ、やばい、甘い！ファール？よし。追い込んだろ。追い込んだら、まあ、とりあえず高めに一球外して、外します。からの、行くで。嫉妬。いや、ちょっと待って待ってくれ。違うって。ほんまに違うんですよ。違う。俺、真ん中に投げたかったんですよ。これ絶対三振取れると思って。ちょっと待って、もう一回投げるわ。お願い、真ん中行ってほしい。いや、ちょっとストライクゾーンいかん。こういう時に限って。普段の嫉妬をど真ん中行くくせによし、これ一緒で、いや、ちゃう嫉妬にならん。え、嫉妬ってどうやって投げるんでしたっけ、ストライクゾーンに。待って待って、あや、くそ、もう一回投げる。あ、来た来た、空振れ。くっそー、ダメか。俺マジでこれ遊んでるわけじゃないんで、もうこれ板って真顔でやってるからな、俺今裏で。もうぜひとも顔見てもらいたいわ。これ、お、空振ったぞ。空振ったで、からの、いや、待ってくれ、審判。ボールじゃなくてストライクやろ、今の。今のは絶対ストライクでしょ。これ、ストライク。いや、待って、うまいわ。え、お願い、無理なん？あ、ただ、俺、この牧田さんの利点に気づいた。あの、33球投げても、球速も変化量も変わらんっていう。もはやもう陣地を超越した。存在になりつつある。他のピッチャーはやっぱり、ね、疲労したら結構きついんですけど、牧田さんは関係ない。うん、関係ない。もう、このヒットも関係ない。知らん。待って、関係ないぞ、マジで。疲労しても、使えるっていう強みがあるわ、みんな。うん。俺、嫉妬いくで。これや。絶対打てん。いやーなー、抜けすぎる。抜けすぎです。抜けすぎくん。これ、お願い。いや、いや、うまいよ。相手の方もうまいっていうのもある。これ絶対詰まるわ。お願い、取ってくれ。よっしゃ。7失点。ただ、絶対勝ち投手にする。俺は、牧田選手を優勝投手にする。絶対に。2回7失点しましたが、これで勝ち投手にできれば、これは検証結果強いということで、収めていいですか？いいでしょ？いいよな。いや、ボール球いっただけど、よしよしよし。これはもうお互い様やね。うん。絶対につなぐ。とりあえず、1点取れば、同点なんで。うん。負け消えるんで。いやー、これ、ツーシームないよな。スワちゃん。あ、ツーシームあれか。横か。カープみたいな査定されてんな。抜けた。うーわ。出た、これ。ちょっと待って。まだ俺、逆転するから。逆転するから絶対。まだ諦めんぞ。うん。たとえ、つらげを何回しようとも、俺は諦めん。あ、危ない、危ない。ちょっと待って。ちょ。アウトコース攻め多いな。アウトコースあるわ。
ありがとうございました。ビリカルスター。